こら、セイト。危ない。いつもの癖で。よっからセックスとか言いそうになったけども、なんとか抑えることができたぜ。ちょっとやり逃してるっぽいところいくつかあるから、見ていこうかな。動画ファイル見返して、編集中に、あ、ここ、ハモされるんじゃないとか、ここは、調べられるとこあったなとか、ちょいちょいあるだろうからね。これ、ハモサスイッチだよね。だね。スイッチではないけど。設定資料か。でも、ハモサで見るやつは、あ、すごいグイグイ動いてる。何あの子。あれは、動きはただのランダムかな。お、釣り人に輸血パックでよかったのか。引いてる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 。頑張って頑張って、俺も手伝うよ。わっせろーい。何釣れた？悲しみの魚。でも目はなんかしっかりしてるね。ありがとうありがとう。ダメだ。じゃあ魚をあのでかい人にあげてみようかな。食い物ならもらってくれそうだし。ここもハモサってなかったね。設定資料。悲しみの魚。これでいかが？ハムハムハム。ああ、悲しい、うまい、悲しい、うまい。ああ、どうした？え？身投げした。どうして？そして何か落とした？魚？違う。魚の破片を落としてシェアしてくれなかったのかと思ったけど、あれ？あ、これ戻るとここに来ちゃうだけか。灯台があるね。ハモサはやっぱり分かりやすくね、マークとかついてくれてるかな。むやみやたらにハモサしなくても大丈夫そう。で、あのサーチライトに見つかると、あー、何か起きるだろうな。まあ、そんなことはないだろうな。そんなことがありました。へえ。物陰に隠れてないとダメなのかな。こことかは大丈夫？これ、岩のところに隠れないと。あー！ちょっと遅かったね。多分そういうことでしょう。間に合うか。間に合え。よし、今度は大丈夫だった。じゃあここ、ここは大丈夫。あ、なんかおたま着し、あー、ないか。壁があると思ったけども、上んとこ行かないと。急げー。ここ、次は木箱があるね。これを押して、やべ、そろそろ隠れないと。こうやってちょっとずつ落とし越していかないとダメなんじゃないか。ちょっとそろそろ隠れる。やべやべ、はまっちった。これ間違いなんじゃないか。本当は右に落とすんじゃない、これ。ちょっと一旦見つかるか。あ、ただ単にここら辺で足場を作るだけかな。残酷だよな、この。ガシャーン。ここがセーブポイントとなっている。助かったぜ。ちょっと隠れる。これ下のところも大丈夫そうだね。壁の板があるし。左に落とすとなんかある。右側だけかね。多分右に落として足場にするっていうだけかもしれない。一旦か、ここ大丈夫か。よし、危ない。おー、間に合った。
ここはま、ダメか？ここ大丈夫か？どうだ？よし、いけるな。あ、今度は水中。ジャンプできない。急げ。そこの岩場、間に合うか？大丈夫そうだ。お、森に着いたか？え、ここら辺はどうなんだ？ちょっとライトをつけてよ。この辺りまでは来なさそうだね。あ、誰かいる。こんにちは。ダメか。転がってくる？向こうから。ちょっと坂道になってるし。何もないな。何か設定資料とか落ちてないかな。あ、またいる。星ヒューマの姉ちゃんみたいに木の脇から見守ってる。大木を抜けた先は、あ、おお、手前側にいる。やっほー、ブンブンブン。こっちを向いた。これで今目が合ってるはず。あれ、あ、いけたいけた。あ、今いいって出たね。調べる。物陰、こういうところに隠してあるのはちょいやらしい。あそこにいるね。でもこっちに来るってわけじゃないんだな。多分時期が来たらイベントとしてやってくるだろうけど。お、また水の中。水の中はランプが使えないというか、アイテムが使えない。大丈夫？いきなり変な魚とか来ないかい？よし。で、だいぶ明るくなったかな。ん？また暗いぞ。ん？手のマーク。なんだい？君。何をしたらいいんだい？包丁でもなし。なんかエフェクト、持ってないエフェクトが必要か？調べるものもないしね。あ、ハモサだった。入っちゃったけどよかったかな。青鬼って書いてある。汚れたゲームカートリッジ。へえ。ちなみに、これ青鬼の館か、もしかして。町外れにある洋館、そこにはお化けが出るという噂があった。ちょっと先青鬼行ってみっか。でもこれカートリッジがあったから、おそらく家に帰って青鬼がプレイできるんでしょう。へえ、青鬼ってファミコンだったんだ。これ以上は、あ、奥も行けるけどないな。なんかサイドにアイテムでも資料でいいから落ちてないかな。てかここ開く？まずそこが問題だよな。二段ジャンプ、これでいけそうなもんだけど。お、もしや、あれ、あー、惜しい。開かねえな。ちょっと待って、こっち向くでしょ。どうだ？アングル。あー、暗い。ドアー、ダメだー。惜しいねー。そしてここ、多分マップとしてないのかな？そこは。これだけの高さから行けば、行けそうだもんね、本当は。よっしょ。もう一回チャレンジ。あー、ダメだー。ないなー。この状態だと、見えないんでしょ。青鬼だねー。こっからだと色でそうは見えないけども、青鬼ですねー。いや、帰ったらプレイしよう、楽しみだ。ライトつけよう。雪だ。ポン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 の
あそこかな。鎌倉だ。鎌倉子さんいるかな。これ飛び越え、いけられないや。あ、ブイーンってワープするとこじゃんこれ。としたらこの先にもしかしてポニーテールの金髪の女の子のいる家とかあるんじゃないんですか。雪女が出てこなかったのは、鎌倉子さんとかいなかったのはちょっと残念だけど、ちょっと音楽違うけどあそこだよねこれ。あ、死んだ死んだあれ、ジャンプできない。うわー、ダメだこれ。あー、沈んじゃうと、頭まで沈んじゃうと、あれ飛べんじゃん。なんで今発動しなかったんだ。まあいけるからよしでしょう。おっとっとっと、傘を使って見えるか。あー、おっと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 、ないない、道がない。あー、ちょっと登って頑張って。これ結構シビアだぞ。シビアというか、なんか謎判定がある。そこは落ちるというか沈む。これ登らないんだもん、ここら辺。登れる場所に判定が、あー、登れる箇所、そうでない箇所とある。もう手前側行くの難しいね。そしたら何もないかもだけど、一応。あっと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 、登って。あー、ダメだ。このもう沈むっていうか落ちる箇所からだと飛ぶことができないというか、アイテムを使うことができないんだろうな。あー、手前は何もないね。これじゃあ奥のあのお家らしきというか、うわー、ゾワッとしてきたな。なんかアイテムっていうか落ちてそうな気がするね、このちっちゃい足場のところに。これ視点変えられないのが難しいね。手前に何かあるかもしれないけど、カメラワークがなんか微妙にいやらしい。ちょっと思った通りの視点にならないから。落ちる。でも音楽こんな怖いやつじゃなかったもんね、あの時元の方では。飛んでー、よいしょ。おっと危ない。おっとっとっと、ちょっと登って。登れるでしょそこは。もう変なことしないようにしよう。普通に進もう。まず手前なんもない、チェック。あ、風船だ。ピリンピリンピリンってワープするんだよね。これはこっち手前行くとダメだろうな。で、ここで風船を、おー、飛んだ。え、これでどうしたらいいの。白いオタマジャクシがある、いる、飛んでる。これ変なルート飛んじゃうと水に沈んでアウチになっちゃうかな。向こうの端にも青い風船があるね。多少動ける、そこでもない。おっと、あ、大地に着地しちゃうともうなくなっちゃうのか。普通に行くよりちょっと速くなるこれって。なんもない？なんかね、何かないかなってね、つい探しちゃうわけよ。ゲームプレイヤーの差がだな。さあこれで今度は向こうに飛べばいいのかな。大丈夫、コード足りる？風が見えればいいんだけどね、葉っぱとかが舞ってて。こっちに飛んでいいのか不安になるけど、その左側のこの何U 字型のやつのとこ、あそこには何もないかな。こっちに飛んでいいのかな。こ、あ、こっからぐるっとこの左奥、まっすぐ奥だねから右側に回っていけそうだね。ここ結構かったるいね。
まあ、多分この着地したあたりとか、こういうあたりであのセーブが行われてるでしょう。そう信じよう。一応ミスらないように進んでみよう。カメラがぐるぐる回るから、これまっすぐ進めてるようでまっすぐ進めてる感がない。チャポン。ごめんね、窓付き、さっきからつま先だけ必要に濡らして。これ大丈夫か、間に合う。間に合った、よし。風船あったね。これどっちに進むんだ。あ、まっすぐだね。この奥のところにもちっちゃく見える。ほんと何これ、雰囲気は雰囲気を楽しめっていうコーナーなんだろうけど、あのゆっくりだしちょっとたるいぞ何かを取り逃してまたここに来るようなことがあったらっていう考えるとね。だってこの先のお家でさ、何かあるでしょ。なんかうがボワーとかしそうな何かあるでしょ。なんとは言わんが、あれまだ降りない。いいの。あ微妙なところで降りたね。よいしょ。窓付きは泳げないのか、それともここなんか塩分濃度がすごいあるのか。あ、でも濃度が高いと勝手に浮くんだっけ、あの視界のみたいに。視界風呂って入ったことあんな、すんごいしみるやつ。でもあれなんかボーっと入ってると浮くんでしょ。ユネッサンでね、視界風呂入ったことあるけど、入るじゃん、浸かるじゃん。あのなぜかね、そのお湯であの顔を触ってしまったのよ、バチャッと。でヒゲ剃り跡があるじゃないですか、男の子にはね。あとはお察しですよ、大ダメージを食らいました。だからもう浮いてる暇とかなかったね。痛い洗わねばと。おっと、カメラ視点が良くないぞ。これでこっち側行けんのか。乗れた。あ、見えない見えないこっから左側行けない。手前の道から行った方が良さそうだね。で、なんかいっぱい精子飛んでんだけど、これあれかね、魂かな。この視点というかカメラがちょっと動くからほんとね、落ちそうになって怖い。いきなりお家入る、それともこの脇道行けるかな。行けるね。ちょっと一回りしてこようかな。できるかな、一回り。やべ、うんこに隠れて見えない。あー、ダメだ、うんこ邪魔。あー、このカラフルとんがりコーン、ダメだ。となると反対側も何もないだろうな。ちょっともったいぶらずにとっとと中に入れよっていう話だが、なんか落ちててね、設定しろとかありそうだもんね。これだけ無駄に広場があるし。よし、入るか。てかでけえな、元こんなにでかかったの。まあお部屋があるぐらいだからね。お邪魔します。あ、ポニコちゃん入れて、ま、懐かしい、ちゃんとあの音楽だ。ちゃんちゃんちゃんポンポニポニポンポンみたいな。ダメ、見ちゃダメ。今私の創作の BL 小説書いてるんだから見ちゃダメ。完成したら見せてあげるからっていう。で、ああ、小説見せてもらえないんだったら外で、あれ外で出れねえ。はは、ははどうなってんの今回。え、はえ、ちゃんとやってちゃんとウボアして。多分今一瞬ウボアって出てたんだろうけど、うわー、めっちゃ散らかってる。なん、あれ？これ壁の絵変わってる？気のせいかな？なんかなー。ちゃんと、
あそこは確率にしようぜ。入るたんびに確率があって、なんだっけ、36分の1とかだっけ。でウボアが出てくるっていう。もったいないぞ、せっかくの夢日記。あーかわいい。もうなんだ、ほんと夢日記ファンは喜ぶけど怒るゲームだなこれ。前も言ったけど楽しいんだよ。でもなー、もうちょっと夢日記してくれよー。